はい、どうもこんにちは、ボボテッペイです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。さあ今回なんですけども、神の池という、YouTube 見るとあの霞水系って紹介されてるんですけど、釣れるみたいのでやってきました。一匹ね釣れればいいかなと思ってますけども、そしてねそこに美味しそうな水門がありますのでやってみたいと思います。まあね、釣れてない魚がいればこんなとこ一撃だと思うんだけどね。なんか春じゃないけど夏結構ね釣れてる感じの動画が上がってますね。ただこの季節どうなんでしょうね。ジャカゴと、斜め護岸ですね。そんな感じの護岸で形成されている公園型の、農業用ため池です。こんな一撃でしょうよって感じだけどね。夏じゃなきゃダメなのかな。これジャカゴがね結構こうやばい気がするんだけどね。釣れねえな。あれは鯉だしね。結構歩いた痕跡あるけど。ここら辺なんかねめっちゃ春向きな感じだけどね。どうしようか。ジャカゴっていうのは結構やばくて、ハードルは引っかかっちゃうんだよね。ただ結構これを全部ネコリグでやるのはだるいよね。こういう水門ねすごくいいと思うんだけど、カバーかな、広すぎるわ。すごくいそうだけどな。こういうところとかね春バスだったら結構刺してそうだけど、だけどまあこっちもアクターだとしたらね、まあいないのかも。コイがいるね。バスもいそうだけどね。コイがめっちゃいるね。バスがおらん。鯉だらけ。そう、バスがね見えればこっちのもんなんですけど、見た感じねちょっといないっぽいんで、いつもだいたいね1箇所1時間とかそんなもんしかねやらないんでね。なんかいかにもなものがありますね。こんないかにもやんっていう、ちょっとこういういかにも攻めだね。あとなんか浅いところにねいる感じがしないんで、それがあまりよろしくないですね。鯉だらけ。バスがいそうなんだけどね。鯉がねこういうところに浅いところにこう無防備にね結構いるから、そうバスがフラッといそうな感じがするんだけど、ちょっとバーッと探ってみて。鯉だらけやな。まあ結構ね浅い湖だから手前というより大きめなのかな。あっちいいからね。あからさまなあの橋ですか。まああの周辺で釣れてる動画も上がってたんで、とまずあそこでやろう。意外とでかくてね池自体が。なんかへこんでる池みたいなのにつながってんのかな。そこも水門になってんね。いかにもいそうだぜ。めっちゃねいかにもではあるんだけどね、どこもかしこも釣れなそうできつい。こういったところで釣れないとなるとちょっと一段深いんだろうなっていう感じだよね。橋の下らへん行きましょう。コイがめっちゃいる。コイに食われそう。コイに食われそうよ。この脇ね食わなかったらちょっとやばいでしょ。とシャットとかのは釣れっかもね。まあ明らかにね変化に富んでるのは、まあ、多分ここら辺だと思うんで、あとはね時期によってワンドみたいなところの方がねよかったりするんだよね。水深チェックです。これでね大した水深がないのであれば、まあほぼほぼショアライン攻めで間違いないなっていう。はい、ドライブビーバー16分の3オンス、さほどだね。そんなこうなんだろう特別深いわけじゃない。なのでまあ1メーターぐらいのシャットで十分かな、この水深でいくとね。
わきわを、うんともすんとも来ないね。こんなもろくそな場所で分からなすぎちゃうな。割とね透明度高いんでバス見えちゃいそうなんだけどね。バスの被害があったわ、ね、いいバス橋渡ります。分かんないっす、初めて来ました。どこっすか？あれっすか、こっち側向こう釣れないっすかね、そんなに。あーそうなんすか。あそうなんすか。あそんなでかいのいいんすか。そこだ、そこ、あの一番ここにやってる、はい、上じゃん。ああれっすか、左の上じゃなくてそこ。あー結構遠く投げてますかみんな。うん、遠く投げなくても大丈夫。手前側っすか。そこ、あれ、あれ、そうなんだ。上はあんまりかかんねんみたいな。あーそうなんですね。ちょっとあそこでやってみます。助かりました、ありがとうございます。ちょっと頑張ります。やった、おじさんからすごい有力な情報を得た。ということで、ボトムだという話ですね。おじさんを信じてダウンショットやってみましょう。 HP シャットテール、おじさんの手がかりを頼りに。まあまあ深いね、水深は十分ある。やべ、カード持って行こう。普通こういうカードだと思うんだ、刺激で釣れると思うんだけどね。釣れないとなるとこれはきついぜ。はい、ビーブル8分の3オンス、これで釣れりゃナイスなんだからね。さあそこの橋の前か、バイトあったっぽいけど違うかな。石がゴロゴロしてる。ダメだね。ここで釣れなきゃもうダメじゃね。季節が違うんじゃねって感じだね。重くそいそうだわ。はい、ありがとうございました。ダメでした、ノーバイトでございます。なんですけど一応バスのね死骸がありました。であとねおっちゃんから、バスがねここで釣れるぞっていう場所をね教えていただいたので、今回ね1時間ぐらいしかやってないですよ。もう大体僕はポイント多く回りたいので1時間ぐらいしかやらないんですけど、なのでねちょっと浅いところにね全然いる感じがしないんで、もしかしたら結構ね大きな野池なんで朝夕とかそういうタイミングじゃないとちょっと魚がねこっちに寄ってこないのかもしれないです。本当ですね、いつも釣れなくて申し訳ございません。またねリベンジしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バーイ。